こんにちは、岩と申します。今回の動画はデニス・ザカリアおすすめ育成評価やっていこうと思います。選手詳細見ていくと191センチ、レベル上限が35、プレイスタイルアンカーの選手で適性が CMF、DMF、 この2つですね。逆足頻度精度高い高い。スキル構成見ていくと、ヘッダー、ライジング、ミドル、ワンシューワンパー、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、闘争心と、いや完璧だね。まあ、あとはスライディングタックルとかも重要なスキルになっているんで、まあ、そこは追加してあげて、もうそれさえつければあとは必須のスキルはないかな。スルーパとか足裏つけてあげるぐらいで。いやマジで強いっすね。そしてこちらがザカリアおすすめ育成になります。瞬発4、スピード14、エアバトル4、ディフェンス13ということで、スカットに入れてこのような能力ですね。シャビアロンソ監督の場合は瞬発も80乗ってくるんで、まあ、そこも踏まえての育成ですね。爆速でね、ディフェンス能力も高いアンカーはマジで優秀なんで、通常でも強いんだからもうやばいよ。このザカリア、マッチパスのね、ザカリアで弱点だったスタミナもプラス5と90まで乗ってきますし、いやマジでいいね。マッチパスのザカリアと比較した場合はこんな感じですね。やっぱりスタミナがでかいね。まあ、他の能力は大して差はないと言っていいんですけど、やっぱスタミナは1試合通して使うなら重要な部分になってくるんで、まあさすがにマッチパス持ってたら乗り換えはしなくていいんですけど、持ってない方は獲得した方がいい選手かなと思います。それぐらい強いね。まあ、本当に、ハイガキのガチ使いにも入ってくる選手なんで、まあ、ぜひ獲得した方は先ほどの育成参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。